元キンプリ3人、ナンバー、アイ、結成に旧ジャニーズファンが奮撃の猛攻撃。日本のエンターテインメント界における大きな動きが10月15日に発表され、旧ジャニーズ事務所、現在のエスミルインアップ、から対処し、戸部に加入した元キングプリンスの騎士ユータと、同じく戸部に加入していた平野の仕様、ジングユータによって、新たなグループ、ナンバー、アイが結成されました。この動きは、 旧ジャニーズのファンに大きな波紋を広げており、激しい議論と感情の入り混じった反応を呼び起こしています。本記事では、この出来事の背後にある事情やファンたちの反応について詳しく探ってみましょう。まず、この出来事の背景について詳しく説明しましょう。神宮寺ユー太は、2022年11月にキングプリンスを脱退し、翌年5月にはジャニーズ事務所からも退所することを発表しました。 その際、神宮寺は、海外進出することが僕自身とジャニーさんと、そしてファンの皆様の大切な夢の一つでした。その夢を追い続けるために活動してきましたが、活動方針の考えが変わっていきました。自分勝手な考えではありますが、メンバーがこの先一人でも対処するなら、自分も対処させていただくと決めていましたと述べました。この発表を受けて、ファンたちは驚き、 神宮寺の決断に対する様々な意見を表明しました。しかし、その後の展開が予測不可能なものであったため、多くの人々は神宮寺が将来的に何をするつもりなのか、彼のキャリアについて興味津々でした。ナンバー、愛の結成、10月15日、岸優太が戸部に加入すると同時に、平野志洋と神宮寺優太との新グループ、ナンバー、愛の結成が発表されました。この新グループの誕生により、 元キングプリンスのメンバーが再び一緒に活動することとなりました。しかし、このアナウンスに対して、旧ジャニーズのファンからは異なる反応が寄せられました。旧ジャニーズファンの反応、神宮寺ゆ太、た、岸優太、平野耀の3人がシングループ、ナンバー、愛を結成したことは、旧ジャニーズのファンにとって衝撃的な出来事でした。一部のファンはこの結成を歓迎し、 三人の新たな音楽活動に期待を寄せましたが、一方で多くのファンが激しい反発を示しました。神宮寺がジャニーズ事務所を退所し、その後に戸部に加入することはファンにとって驚きでした。そのため、一部のファンからは、なぜ最初から三人でグループを結成することを宣言しなかったのかといった疑念が生じました。彼らは、もし三人が最初から一緒に新しい道を進むつもりであったのなら、 ファンたちを不安に陥れることなく率直に伝えるべきだったと主張しました。一方で、戸部側のファンからは異なる意見も聞かれました。彼らは神宮寺、岸優太、平野紫耀が自分たちの進む道を選んだと信じており、その決定に尊重を示しました。芸能記者の解説、この複雑な状況について、芸能記者からのコメントを紹介します。芸能記者は、両者の意見が合致しないことを指摘し、 この状況がメディアによってさらに煽られる可能性を警告しています。ファン同士の論争が激化する一方で、メディアがその論争を利用して視聴率を稼ぐ可能性があると述べています。一方が他方に忖度する展開は避けるべきであるとの忠告も行われています。今後の展望、この出来事によって、旧ジャニーズ事務所から戸部に移籍したアーティストは13人となりました。飛べは今後、 エンターテインメント業界において、さらなる存在感を発揮することでしょう。一方で、旧ジャニーズのファンたちの間には、感情が高ぶり、両者の間での対立が続いている状況です。神宮寺雄太、岸雄太、平野仕様によるシングループ、ナンバー、愛の結成は、旧ジャニーズファンの間で大きな波紋を広げました。ファンたちの間での議論は続いており、メディアもその論争に注目しています。今後、 この状況がいかに展開していくのか、エンターテインメント業界とファンたちの注目が集まっています。